さあ試合が始まっています。明豊が2点をリードしています。マシュー、これを返した明豊、スリーポイントリードしているのは右側の明豊高校です。バックハンド、バックハンドですね。はい、ポイント青森山田、これで5オールです。さあラリーが続いている、レシーブしている明豊、ネット、ああよく返しますね。はい、さあ続いている、最後アウトです。さあ第2セットが始まりました。まずポイント青森山田、どちらが先に仕掛けていくのかと、この辺で、はい、動いていくと思います。そうですね、非常に見応えのある男子ダブルスの準決勝、バックハンド、はい、うーん、よく粘りました。はい、はい、これの方がいいと思います。なるほど、あ、待っていましたね。ああ、そうですね、はい、はい、さあネットイン、おー、ナイスですね。うまいですね。結局このセット、先にセットポイントを迎えたのは大分の明豊だったんですが、第3セット結局12対10で青森山田が取っています。はい、いいと思います。はい、さあ明豊のサーブで第4セットが始まりました。マッシュ、あ、上がってしまいましたね。はい、はい、うまいですね。はい、そうです。はい、さあアウトです。結局第4セット12対10、第4セット12対10、セットカウント3対1、